こんにちは。365日レトルトカレーを食べ続けるおさんです。今日はハウス食品さんのジャワカレーを食べてみたいと思います。ようやくジャワカレーの登場といった具合なんですけど、今までもちろん何度もスーパーの店頭には足を運んでるわけですけど、初めて見つけました。ジャワカレーというそのネームバリューというか、その有名さは私が今いろいろと言うまでもなく、広く知られているところなんですけど、今回はちょっと楽しみです。どんな味なんでしょうか。それでは準備します。ジャワカレーが出来上がりました。ではいただきます。これまで私がジャワカレーと聞いて連想するイメージは、辛さを含めてその味わいにメリハリがあるというか、マイルドの逆のイメージがあったんですけど、今食べてるこのレトルトカレーはちょっとまろやかな、いわゆるマイルドな感じがします。イメージ通りだった点もありまして、このレトルトカレーは表示は中辛なんですが、ピリッとくる辛さがあります。完食しました。ごちそうさまでした。美味しかったです。ジャワカレーの伝統というか、その辛みっていうのもきっちり出てますし、反面口当たりがまろやかで、分かりやすい言い方かどうかは分かりませんが、欧風カレー、そのまろやかな欧風カレーとその辛みの効いたインドカレーのちょうど中間のような、そんな印象を持ちました。はい、それではまた明日お会いしましょう。さよなら。現在のランキングをどうぞ。